本当の幸せ教えてよ、壊れかけの、始まりましたね。吉川貴博です。 SKO チャンネル、今日はちょっくんと、壊れかけの、レディオでね、登場いたしまして、スピリチュアル探求のね、迷子、前回ね話した通り、スピリチュアル迷子のね迷宮の第一歩は引き寄せの法則のいい気分の選択難民ということでございましてね、前回の動画やっぱり見直してね、怖えって思いましたよ。怖いね、本当にね。間違っちゃったそのいい気分の選択ね、じゃあね、ちょっくんね、本当にあの怠惰な気持ちね、食べたい、寝たい、何もしたくないっつってね、家事やらない、仕事しない、辞める、離婚しちゃう、パートナー嫌だ、ね、続出したわけですよ。2014年、15年とね、ああ、怖い。でね、僕はそのあたりから、おやおやってやっぱり思うようになって、引き寄せの法則界隈で出会うやつら、やべえやつだらけだなって思って、あのグループラインとかね、イベントとかで知り合った人たちと組むと、やりたくないことはやらないっつって、やりたくないことは人に押し付けて、私はいい気分の選択をするとかって言ってる、本当にブスばっかりで、怖いと思って。でね、悟りのメッセージの方に惹かれていくわけですよね。やりたいことを成し遂げたいとか、チャレンジしたいとかじゃなくて、本当傷つきたくないっていう気持ちで、その一心でしかなかったんで、現実逃避してるんじゃないかな、おやおやっていう気持ちはありながらも、もうね、止まらないわけですよ。で、その時はね、前回話したように、お金もやっぱり、自動収入のような感じで入ってきてたから、悟りの方にどん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 振り切っていって、で、あ、そうだそうだ、今回話そうとしてたのは、引き寄せの法則の、それからどんどんバーってこう有名になっていくね、ある女性の、アメブロのブロガーね、もう誰もが知ってるようなね、引き寄せの法則といえば、今はね、名前変えちゃった人ですよね。英語の名前からね、なんか忍者みたいなね、名前になった人。やっぱこれ、カットした方がいいかな。知り合ったりとか、悟りとね、スピリチュアル、あと笑いをね、一つにして、引き寄せの法則とかも、まあ、全部こう丸ごと、量子物理学とかもなんかこう融合して、面白おかしく頭のいい方でね発信してる男性と知り合って、佐藤光郎さんですね、その神様とのおしゃべりというね、また一冊の本に出会ったわけですよ。それが2014年の10月11月とかか。で、そのね、佐藤光郎さんのイベントで僕はステージに上げていただいて、お笑いをもともとやってたっていうことで、申し込みフォームにね、元お笑い芸人ですなんてことを書いたら、上げてくださったんですね。で、その時に同時に一緒にステージに上げられたのが、先ほどのね、アメリカから今度は忍者にね、逆輸入みたいな感じになった人ですよね。別にそれも名前出していいんだろうけど、その人と一緒にステージに上げられて、その人とも仲良くさせていただいて、それ経由でね、太郎さんともすごく仲良くなって、もうこれ言ってるからもう別に誰かってバレてると思うんだけど、うずめくこうスピリチュアル探求、引き寄せから悟りということでね、どん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 深みにはまっていったのが2014年からまあ15年にかけてということですよね。なんか考えちゃった、前回の動画見返して。いい気分の選択って要するに今にありなさいっていうメッセージでしかないんだなって俺改めて気づきました。で、セドナメソッドっていうの僕やってたって言ったじゃないですか。あれね、いい気分の選択ができるメソッドなわけですよ。いい気分の選択って今いい気分の選択だから、こう過去や未来に行ってね、不安や恐れや悲しみや、そういったね、今にない思考や感情にとらわれてしまう自分を今この瞬間に集中させることが今いい気分の選択なんだなって思って、やっぱりそう考えるとね、いい気分の選択っていうメッセージ、まあ外国人がね、宇宙存在がやっぱり言ったことだし、
うまく日本語に訳せてないんじゃないかなっていう、まあまあちょっと引き延ばしちゃったけど、次回じゃあまたちゃんと話しますよ。ステージに上がったことで、そっから悟りの方にね、僕はすごく魅力を感じていくわけなんですけれども、じゃあ次回はね、引き寄せ難民から、今度は悟り難民編ということでね、お伝えしていこうかなと思います。で、僕が悟りにね興味を持ったのももうぶっちゃけちゃうけど、悟り開いたら引き寄せの法則使いまくれるっちゃってなるっちゃと思ってたっちゃってラムちゃんだったら言うんじゃないかっちゃって思っちゃレディオ。バイバイ。